感覚もやすやすと詰めれないですよね。さあここは止める、うん、ああ止まらないですね。前田が来ました。止まったかに見えましたが、これでタッチダウンです。感覚この辺りも抜かりありません。さあパスを投げて、おっとインターセプトが、インターセプトになってそのまま左サイドを駆け抜けていく。タッチダウンです。狙っていました。まだ25番の竹原、同じく自身が1年から出た牧野とかがね、はい、ベテランもう4回戦になるんですよね、うん、牧野もね見てますけども、この4年生と1年生はしっかりとユニット、長いパス、長いパスですね。そうですね。さあそして空いている、決まりました。今度は長いパス、鎌田の真骨頂出ましたね。さあここはランです、はい、突っ込んでいくキャプテンの原口。いや本当にそういうように応援するラインがやっぱ前へ前へというイメージが出てきてますから、まあ、その分ランニングバックも走りやすくなりますね、はい、そうですね。パワーがあればタックルされにくいという、ね、まあ、2点もありますからね。さあ今度はサイドにパスを振って、また斉藤がボールを持つ、あ抜け出していって、これはそのままエンドゾーン、サイドに出し切れずに桃山失点ということになりました。ここはランでいきますね、うん、おっとすり抜けて、うん、まだ行く、ファーストダウンはこれは取ってきます。お見事でした。27番のランニングバック村上です。さあここはパス成功、さらに稼ぐ、ここで止められるか、あ倒れません。鈴木が行って左サイド、これはロングゲインになりました。そのままタッチダウンです。いいプレーがあっただけに桃山、さあどうか、このプレーは突っ込んだ、取りました池田、タッチダウンです。ねじ込みました。サードダウンで12ヤードぐらいですか、ロスがあって、次のパスは長いパス、おっといいキャッチ取っています。お見事宇都宮、これはいい集中力で、そうですね、このキックはどうか、うん、距離は出ています。お立派立派、決まりましたね、はい、まんまん中破っていきました。お見事、3点を返しました桃山学院大学です。52対3。その分、まあ、要するに彼にもどんどん経験積まさなくちゃいけないという意味だと思います。サードワンランプレー、ファーストダウン更新で、さらにタックルをかいくぐる、おこれはまだ行く、10ヤードを超えて、そのままエンドゾーンか、持ち込みました。お見事、第2年生ホットラインなんでここからという、はい、まだそうだと思いますね、はい、形ですかね。さあセカンドダウン点、今度は右隅ですが、これもいや通りました。お見事です。タッチダウン、今度は呼吸も合いましたね、まあ、これ以上言わせないという感じですねさあこれで、あ、また長いパスですね、これもいい形で決まってタッチダウンです。いやここも関西学院大学、桃山学院大学の本気ディビジョン1同士の対戦となりました。関西学生アメリカンフットボールリーグ春のシーズン、今日の一戦でしたけれども、スコアは79対3、前半で大きくリードを奪いました関学が勝利を収めています。関西学院大学ランニングバック前田選手に来ていただきました。本日の試合振り返ってみていかがですか。まあ、そうですね、やっとこの6月という遅い時期ですけど、初めてこう自分たちの新しい新チームの試合というのがやっとできた状況という中で、まあ、この点差というか自分たちのやりたいことっていうのが、まあ、みんな多く下級生が出てきた中で思い切りできたんじゃないかなと、まあ、思っている一方、やはり今年その、まあ、アグレッシブにやろうと言っている中で、まだまだそこの部分というのが自分たちの準備不足というのもありますし、まあ、全員ができたかって言われたら、まあ、そうでもないというか、まあ、ただしっかりこのいいプレーというか、たくさんプレーができた中でいいプレー悪いプレーでいっぱい出たと思うんで、まあ、そういった意味ではすごく収穫のあった試合だったなと思います。79得点という大量得点でしたが、思い描いた通りに試合運びはできましたか。そうですね、まずオフェンスとしては今年、そうですね、この試合に関してはすごくこう一番強く言っていたのが、ファーストシリーズ絶対タッチアウト取ろうという中で、まあ、しっかりそのファーストシリーズしっかりドライブしていった中で自分が最後決めれたっていうのはすごく良かったというか、良かった点っていうのと、まあ、それぞれその、まあ、自分たちのミスもあるけど、まあ、しっかりその相手のミスというのをしっかりもらうことができて点を取れたというのが良かったんですけど、まあ、やっぱりこの点数だけにこだわるんじゃなくて、しっかり内容を見て
まあ、まだまだ悪い点もいっぱいあると思うんで、しっかりそこを直して次の試合、まあ、まだまだ春は始まったばっかりなので、まあ、試合にできているということをしっかり感謝しながら、しっかり1試合1試合自分たちの反省というのを潰して、いい反省出してそれを潰して次の試合に臨めるようにやっていきたいと思います。応援してくださっている皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、いつも応援ありがとうございます。今年はこのようなこう異例の中で遅い春シーズンのスタートとなりましたが、しっかり自分たちの、やりたいようなオフェンスであったりチーム作り、そして、まあ、それをした結果、しか目標である日本一というところをしか目指したいと思うので、ぜひこう甲子園まで皆さんを連れていきたいと思っていますので、これからも応援よろしくお願いいたします。